皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けいたします。はい、8月一発目のつながるラジオでございます。よろしくお願いします。8月に入りましてですね、私が住んでおる青森県お届けしておりますけども、青森県、ちょうど今はですね、お祭りのシーズンでございまして、皆さんもねよくご存知かもしれませんけども、青森県の青森市、で行われている、青森ねぶた祭りというものがですね、今開幕しておりますと、開催中でございますということなんですが、東北はですねこの時期、この8月1日から大体7日ぐらいまでの、このお盆前のこの1週間というのはですね、非常にお祭りが多くてですね、いろんなところでお祭りが取り行われているわけなんです。で、私が住んでいるのは、津軽地方の弘前市というところなんですが、この私が住んでいる弘前市界隈ですね、この弘前をも含めた周辺の市町村ではですね、その青森市で行われている、青森ねぶた祭りというものとは、ちょっとですね発音が似ているんですが、少し違うお祭り、弘前ねぶた祭り、なんとかねぶた祭り、濁るか濁らないかの違いでですね、同じように聞こえてしまうんですが、実は全然違うお祭りなんですね。ねぶたとねぶた、私が住んでるとこはねぶたですね、濁らない方のお祭りなんですけども、皆さんがよくご存知ですね、青森市の勇壮な、どでかいものとですね、横にどでかいものと、ちょっと違うんですよね。よかったらですね、Google かなんかで検索していただけると、ねぶたとねぶたで違いがよく出てきますのでですね、ご興味ある方はちょっと見ていただければなというふうに思うんですが、私が住んでいるところはねぶた祭りが、開催中ということで、他にもですね、いろんなお祭り、遠く各所で、催されております、ね。もしですね、機会があればぜひこの機会、この時期にですね、お祭り巡りなんていうのもですね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。そんなお祭りムード一色のところなんですが、ちょっとですね、私としては、体調をちょっと崩してしまいましてですね、だいぶ回復したんですけども、ここ何年か。一遍ぐらいの盛大に体調崩した感じでして、ちょっとね今日も少しお聞き苦しいところがあるかもしれません。喉をやられてしまいましてですね、もう10日2週間近くですかね、少し調子が悪くて、だいぶ戻ってまいりましたというとこなんですが、やっぱ気温の寒暖差なんでしょうかね。喉が弱いっていうのも、もともとの体質としてはあったんですけども。にしてもですね、盛大に、もう一週間ぐらい、もう何もできず、ただただ、寝込むというですね。これはまた涼しい時期だったらよかったんですけどね。やっぱこのいわゆる夏風邪というやつなんだと思うんですが、この夏というのはね、ちょっとやっぱこう発熱症状も出てですね、布団にこう寝転がっているんですけども、発熱した時ってね、やっぱこう汗をかいた方がいいよってよく言うじゃないですか。で、汗をかくと熱が下がるということなんだと思うんですが、やっぱこれだけ気温がね、高い中で、寝込むとですね、なかなかこう汗をかいてんだかかいてないんだかわからないぐらいにまず寝れないんですよね。やっぱ夏風邪が長引くっていうのはこういうところにきっとあるんだろうなぁなんてちょっと苦しみながらもちょっと思っていたんですが、
なかなか汗かかなくてですね、まあ、発熱が結構長いこと続いてしまい、まあ、喉もですね、もうずっともう痛くて痛くてしょうがなく、まあ、脱水症状まで行くとね、ちょっとやばいななんていうことで、頑張って飲み物だけは飲み続けていたんで、なんとか、まあ、いや、こう、大きいね、その山を越えて今回復に向かっていってるっていう最中なんじゃないかなと思っているんですけども、まあ、長引いてはいますね。なんか聞くところによるとね、やっぱ非常にそういう、喉の、症状が重たいというのが今年の夏風邪の、特徴みたいですですね。喉の痛み、あとは私は頭痛に結構悩まされましたね。ですの でコロナもね、だいぶ流行っているということですし、まあ、私は、まあ、家族にですね、まあ、移さないようにと、まあ、だいぶ気を使って部屋からなるべく出ないような生活をしていたんですが、なかなかやっぱ難しいですね。同じ屋根の下に暮らすとなるとですね、まあ、どこかしらでやっぱりこう感染をしてしまうということで、まあ、残念ながら家族全員に、同じ症状が移ってしまいましたというようなことなんですけども、まあなかなかですね、やっぱ厳しいのでね、皆さんも体調管理、十分にお気をつけて、いただければなというふうに思います。はい、それではですね、あの8月、初めてのつながるラジオも、スタートしていきたいと思います。なんかちょっとね、まだ調子が上がらないですけども、よろしくお願いします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。さてですね、今日のつながるラジオ、お祭りの話はですね、また後日、ちょっとしていきたいなというふうに思っておりましてですね、ちょっと収録日、今日の収録日段階だと、まだお祭り始まってないもので、またお祭りに参加してからですね、その模様というか、その感想なんかもですね、ちょっとラジオでおしゃべりできたらいいかなというふうに思っているんですけど、今日はですね、まあ、ラジオについてというか、まあ、よく聞いてるラジオがありましてですね、そのラジオについてお話をしていきたいと思ってまして、ですね、まあ、私、まあ、こうやってね、あの FM でこうやってお話しする機会をいただいておりますけれども、まあ、FM ももちろんね、大好きな、ですが、ラジオなんですけども、普段はどちらかというと AM ラジオですね、AM を聞いておりまして、まあ、ラジコっていうね、アプリ、携帯のアプリとか、パソコンにも入れられるアプリがあるんですけど、そのラジコっていうものを使うとですね、全国の、まあ、AM ラジオの、放送局の番組がですね、まあ、リアルタイムで聞くこともできるし、あとタイムフリーなんて言ってね、まあ、時間がそのオンタイム、オンエアのそのオンタイムでは聞けないかった人のために1週間以内だと聞き直すことができるよっていうことでですね、そんなラジコっていうアプリがございまして、まあ、それを結構活用しているんですよ。まあ、私仕事会社員の時はですね、全国転勤の会社におりまして、まあ、北北海道から南は広島まで、全国転々といろんなところをしてきたっていうこともあってですね、実は、まあ、その車に乗る機会もですね、その仕事中長かったこともあって、まあ、ご当地その土地土地のラジオをよく聞くということが多かったんですよね。
で、まあ、今青森県に U ターンをした後も、まあ、その当時、まあ、聞いてて面白かったなっていうような番組は、まあ、未だに聞かせていただいておりまして、そのラジコの、アプリを使ってですね聞かせていただいているんですよね、うん、ですので、今回もですね私が聞いている、ラジオの中のですねちょっと2つぐらいを、ご紹介したいなというふうに思ってまして、まず1つ目なんですが、TBS ですね、TBS ラジオってね、テレビもありますけど TBS のラジオの方ですね、 TBS ラジオで、TBS のアナウンサーっていらっしゃる安住紳一郎さんね、皆さんもよくご存知かもしれませんが、安住紳一郎さんが、実はラジオ番組やってらっしゃいまして、日曜天国っていうですね、ラジオ番組を、生放送でされてらっしゃいます、日曜日の午前10時からですかね、毎週、TBS ラジオでオンエアされているラジオなんですけど、まあ、そう考えるとね、安住さんすごいですよね、月曜日から、木曜日までかなは毎朝朝番組に出てらっしゃいますよね。朝の番組に生出演されて、金曜日だけはあれかな、違う、出てらっしゃらないけれども、その後はね、土曜日も夕方じゃない、夜か、ニュースキャスターって番組で、ね、生番組出られてますよね。でその後日曜日、ラジオの生放送をやってらっしゃるということで、もうずっと手突っ張りですよね、朝も夜もね。すごいなーっていう思うんですけど、僕安住紳一郎さんがすごく大好きで、その安住さんのですね日曜天国っていう番組をですね、結構長いこと聞かせていただいているんですよ。で、この日曜天国っていう番組は、まあ、何がすごいな、面白いなって思ってるかというと、まあ、リスナーさんからのお便りもすごく秀逸だなというふうに思っておりまして、すごく長いね、文章でお便りをですね、よく、いろんなリスナーさんが安住さんのもとにお寄せいただいているんですけど、その内容がですね、その、まあ、ラジオの、その週の毎週毎週のテーマ、その募集しているテーマ、メールのテーマに沿ったものでもすごく面白いものが多くてですね、なんか非常にこう AM ラジオってこうすごくお便りをもとにね、作られていっている印象ってすごく僕も強いんですけど、その中でも特に、その安住さんのリスナーさんの、なんていうんですかね、文章能力の高さというか、その AM ラジオのフィット感というかですね、そういったものが非常に素晴らしいなと。で、すごく笑えるお話も多いんですけど、泣けるお話も多くってですね、印象的なのがですね、その安住さんが、そのリスナーさんのお便りを読んでですね、まあ、ぐっとこう、感動されてですね、ぐっとこらえながらお便りを読む場面っていうのもたまにありましてですね、そういう時っていうのは、まあ、こちらもね、リスナー、私も一リスナーとして感情移入するんですよ。すごくこう、安住さんの、ある意味淡々としたというかですね、朴突としたこうアナウンスメントといいますか、そういったこう声が急にこうクッとね、引き締まるというか、たまに声裏返っちゃったりなんか してですね、その安住さんの人柄も出てくるというかですね、なんかすごくこうグッとくる場面っていうのが、そのオンエアを聞いてると時たまありまして、なんかそういうのがね、すごくいいなっていうふうに思うんですよね。中住さんの優しさというかですね、そのお便りをくださった皆様のそういう心の優しさもあるし、で、ああいうのっていうのはやっぱお便りがね、っていうのも書くことも結構大変ですよね。私もまあ、過去にね、違う番組ですけども、まあ何度か、そういうふうにメッセージをね、ラジオに送ったことがありますけれども、やっぱよし送ろうと思ってもさて何書こうっていうふうに思ってしまうもんだし、ましてやね、その長いこと文章を書くっていうなると、やっぱ結構大変なのかなっていうふうに、自分では思っていて、
それをこうね、お寄せくださるやっぱりリスナーの皆さんも素晴らしいなというふうに思いますし、なんかそこの関係性、安住さんだいぶ長いことね、十何年ぐらいやってらっしゃる番組ですけれども、そのリスナーさんとの関係値がこう出来上がってきて、そういったいい雰囲気をこう醸し出しているだろうなっていう、その雰囲気にね、すごくこう温かい雰囲気になんか触れたくって毎週聞いているっていう、そんな番組なんですよね、日曜天国で。まああとは見どころとしては、見どころっていう聞きどころとしては、安住さんのね、なんていうんですかね、そういう優しいながらも、ちょっとこうたまにある、皮肉たっぷりの、なんですかね、愛あるまじえりというか、交わりというかですね、ただただ優しさじゃなく、ちょっとこう毒ついてる安住さんがね、聞けるっていうのもすごくいいところで、テレビのね、朝の番組なんかも拝見してると、たまにそういうとこ見ますけど、やっぱラジオならではというか、ラジオじゃないと、そういうのがこう出せない安住さんっていうのもきっといらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。より何ですかね、こう生の姿に近い安住さんっていうか、そういったものをこう感じ取れるのも、この安住さんの日曜天国っていう番組のこう素晴らしさというか、こう人間性がね、すごくこう、くっきり伝わってくるというか、ラジオなんですけどね、テレビでは見られない安住さんが見られるというかですね、なんかそういう良さもありますしね、安住さん自身のお話もすごくこう切れ味があってすごく面白いんですね、なかなかラジコというアプリをね、取ることはちょっと大変だぞと、お金かかっちゃうものなので、お金かけてまでもちょっとっていう方は、YouTube なんかでもですね、日曜天国の YouTube 公式チャンネルがありますので、そこで聞くこともできますからね、ぜひぜひ、皆さんちょっと聞いてみていただいたらなというふうに思いますね。安住紳一郎さんの日曜天国、おすすめの番組の一つ目ですね。はい。そして、もう一つちょっとご紹介しておきたいなというふうに思うんですけど、私がよく聞かせていただいている、AM ラジオ、お次は広島県ですね、RCC ラジオっていうですね、中国放送っていうね、これも TBS 系列の、テレビ、放送局が広島の放送局でありまして、そこのラジオ部門が、RCC ラジオになるんですけども、その RCC ラジオのですね、平日月曜日から金曜日までの、午前9時から、午前11時55分までかな、の約3時間にわたってですね、放送されている、番組でございまして、午前様様、平成ラジオバラエティ、午前様様っていうですね、番組がございます。で、月曜日はですね、元広島カープの、ピッチャーだったですね、アニア総八さん、今年80歳を迎えられたアニア総八さんですね、カープファンからするとこうレジェンドのようなですね、よく RCC ラジオのね、カープナイターの野球中継の解説にも出てらっしゃいますけど、アニア総八さんが、パーソナリティを務められていて、あとは日替わりでですね、女性のアナウンサーの方ですね、がこうついていくと。で、月曜日だけアニアさんがやられていて、火曜日からもう金曜日までは、RCC のアナウンサーさんでいらっしゃる、横山雄二さんっていうですね、横山雄二さんという方が、メインのパーソナリティで、あとは相方さんで、女性のアナウンサーさんがついていくというような感じの立て付けの番組なんですね。で、このね、RCC のこの午前様様っていう番組も、20年っていうね、ものすごい長いこと愛されている番組で、すごくないですか、平日まず午前から3時間ね。で、よくある、なんですかね、この地方の情報ラジオ番組、とはちょっと一つ違っていてですね、もちろんそういう地域のね、情報をお伝えしていくってエッセンスももちろんあるんですけど、
どちらかというとなんですかね、まあ平成ラジオバラエティと言っているぐらいなので、まあ本当バラエティ番組なんですよ。だから毎日、バラエティ番組をね、3時間やっているって。この横山アナウンサーですね、横山さんのこのトークがね、非常に面白いですね。本当平日の午前中から、まあ結構腹抱えて笑わせてもらえるというか、まあこんなトークしてて午前中大丈夫なのって思えちゃうような、そんな番組でして、この横山さんのやっぱトークがですね、僕は大好きなんですよね。で、この横山さんという方はね、非常にこう多彩な方でいらして、本職はこの RCC のアナウンサーですよね、アナウンサーさんが、ね、いらっしゃるんですけど、他にはですね、まあ、小説を出していられる、まあ、小説家でもいらっしゃいますし、あとは映画監督、映画も撮っていらっしゃるっていうですね、まあ、映画監督もやってらっしゃると、まあね、普通にアナウンサーっていうその職業だけにとどまらず、いろんなこと、あと歌手もね、CD も出してなんか出しちゃってるし、非常にこう芸能界の、ね、交流もすごくこう、多岐にわたる、うん、まあ、広島の中ではかなり有名な方なんですけども、で広島だけじゃなくて、東京のこうラジオ界隈っていうんですかね、まあ、東京にも放送局、ラジオの放送局たくさんありますけど、その広島のラジオ番組にもかかわらず、東京のラジオの方々がそうやってラジコでまた聞いていると、うん、まあ、そういう一目置かれているようなラジオ番組なんですよね、うん、で先ほどね、安住さんの日曜天国もそうですけど、この、午前様様もですね、そのいろんな賞ですね、ラジオの優れた方に贈られている賞も多数受賞されていらっしゃる番組でして、うん、まあ本当に面白い。横山さんのトークがね、本当に面白くて、僕もこう毎日のように聞かせていただいているんですけど、なんですかね、こう、この喋り方っていうかね、もう僕はそんなに、ね、その横山さんみたいには喋れませんけども、まあ、すごいなと。よくまあこんなに話のネタが尽きないなっていうふうに思えるようなで、あとは女性のアナウンサーの方々もですね、すごい特徴的で、その日替わりでね変わっていく女性のアナウンサーお相方の方もまあいろいろですね、まあ本当にアナウンサーっていうお仕事の枠を少し超えてらっしゃるようなですね、もうバラエティーにこうきちんとちゃんと、染まってらっしゃるというかですね。まあこれ聞いた方がね、早いかなと思うんですけど、すごい、こう、独特ですね。まあいろんな、こう、地方のね、ラジオを聞かせていただきましたけど、この RCC の午前様様は、まあ、ピカイチで独特ですよね。で、こう3時間こう飽きずにね、あっという間にこう終わっていくっていう、まあ、そんな感覚でもある、番組ですのでですね、ちょっとあんまり内容はね、どういう内容なのかって喋れてませんけど、ぜひ聞いていただければと。まあ、これもね、まあ、公式ではありませんけど、YouTube なんかでもね、ちょっと転がってたりしますので、ラジコちょっと入れてないよって方でもですね、まあ、聞こうと思えば、まあ、リアルタイムではございませんけど、聞くことができますんでですね、まあ、試し聞きするにはね、ちょっといいんじゃないでしょうかという感じですね。雰囲気ちょっと掴んでいただけるだけでもね、いいと思いますし、それいいなと思ったらぜひ、オンタイムでもね、ラジコにも入って、聞いていただけたらなというふうな思う番組たちですよね。まあ、安住さんは、まあ、笑いあり、ちょっと涙あり、横山さんの午前様々は、まあ、涙はあんまりないかもしれないけれども、まあ、笑いあり笑いありっていうね、そういう、番組ですのでですね、ぜひ聞いてみていただけたらなというふうに思います。さてエンディングのお時間です。毎週日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。先日7月のですね、
後半の方にですね、同じ、FM ギノワンの、パーソナリティ伊藤直也さんですね、ギブギブギブという、ね、土曜日に2時からの番組ですかね、ギブギブギブ伊藤直也さんがパーソナリティの番組にですね、ゲスト出演させていただいておりまして、そちらの模様もですね YouTube に、伊藤直也さんの YouTube の方に上がっております。YouTube の検索窓で、ギブギブギブですね、小文字アルファベット小文字ギブギブギブ、入れていただきますとですね、出てきますので、そちらにぜひ、あの FM ギノワンの YouTube にもね上がってますんで、ぜひご覧いただければなと思います。で、私もですね、このつながるラジオは過去のアーカイブ、つながるラジオで、検索していただきますと、 YouTube の検索窓カタカナですね、つながるラジオで検索していただきましたら出てまいります。そちらの方にもですね、過去いろんなおしゃべりしておりまして、ゲストを迎えしたりもしております。でちょっとね、7月本当はゲストをお迎えする予定が、私がもうノートがぶっ潰れてしまいましたので、ちょっとリスケしているゲストさんも達成いらっしゃいまして、また8月にですね、ちょっと予定組み直してお届けしていきたいなというふうに思いますね。ちょっとまあ今日はね、ちょっとお聞き苦しいところもあったかもしれませんけど、ちゃんと声がね、ちょっとまた咳が、ね、出そうなんで、喋ってるとこう咳と一緒に出そうなるっていうね、ちょっとまだ本調子じゃないので、ちょっと咳が収まり次第、またゲストさんを迎えしていきたいなというふうに思ってますね。はい。ぜひぜひそちらの YouTube チャンネルもご覧いただければというふうに思います。あとは、毎日情報発信してまして、 YouTube そちらの方に QR コードですね、画面上出てまいりまして、 QR コード読み込んでいただきますと、私にまつわるさまざまなリンク、 SNS のリンク出てきます。ノートではですね、毎日、何かしら情報発信、情報投稿しておりまして、普段感じていることをブログで書いております。ちょうど620日超えたところですね、毎日何かしら書いてますのでですね、そちらもぜひご覧いただければなというふうに思っております。はい。それではですね、暑い暑いちょっと日が続きますけども、体調管理、水分補給、しっかりとしてですね、この夏を一緒に乗り切っていきましょう。お相手は松山秀和でした。